はい、今日のゲストです。これ YouTube 乗る？乗る。西岡家に乗るから。柿沢家じゃなくて柿沢家はもうダメダメ、こんなダメよ。あ、こだからこうやって悪口出るからね。まあ、ギリギリのライン攻めたいけど。うまい。あれとまた食えるな。うん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 。オズも音がよかった。うまい。うまい。匂いがいい匂い。どこがない。醤油ベースで。食レポやめた方がいい。大使カットで。カットで。ちょっと言う前から。分かった。こしょう。次だ。出てくんじゃないの、マジで。でかっ。これ出てくるっすよ、牛。大きいね。牛だって。牛もーよ、これもー。あ、ほら、牛だよ。牛。すごい。手振ってもう YouTuber やん。すごーい。すごーい。おぉこれはすごい。シネマティックの。ここでしか食べられないよ。牛乳アイス。濃厚で超リッチな食感。400円でございます。カットです。カットです。これバカ売れするよ多分。うわー濃厚。これそこの牛から取った牛乳ですか？そうです。あのここのあそこの見えてるのは全部あの肉牛なんですけども、はい、ここの中腹ぐらいにあのいっぱい牧場があって、はいはいはい、ここの農家さんで取れたっていう。え、ガチでうまい。うまい。え、ガチでうまい。マジで。え、めっちゃ美味しいです。以上です。え、マジでうまい。それは美味しい。美味しいこれ。白。あ、美味しかった。最初美味しかったね。まっ、これすぎる？おいしそう。このナスとピーマンは大使のお父さんかな。お父さん農家なの？農家じゃない。家で無農薬。これいいね。あんま油っこくない。うん。わからんな。全然油っこくないわ。わからん。めっちゃ乾杯してるな。はい。
何してんの？最近の流行り？セリフ出しちゃったらトマト食わんもんな。食うわ。最近自炊してんの？嘘つくな、お前。コンビニのレンチン。ほんと終わってる。話で。ローソンのお母さんの食卓で。あれでも美味しそうな感じだね。美味しいよ、あれ。そうなん、2人の一番最初のお作りしたい。もう練習参加。俺のね。カザキの練習参加、俺が FCD 級へ。2017年7月2週目ぐらい、うん、途中夏に入ってきた。そこでこいつ決まって、でこいつ車ないから、俺ハイバルに住んでて、沖縄ので、ハイバルイオン集合で、こいつを毎回俺が送る、送る、あれ、送り迎えしてた。大志くんか、アイオ、アイオか。アイオくも近かったの？アイオ近かった。なんかバックパックが止まってるような、一泊2000円しないぐらいの、ホテル、ホテル、うん、なんていうの、なんていうんだっけ、素泊まりみたいな。素泊まりみたいなやつに、10日間。やば。やばいね。環境悪くて。やばかった。だから、上でも寝てるし、隣でも寝てるし。マジで、うん、そんな感じだった、うん、大学を、大学1年の子だったっけ、半年で辞めた。半年で辞めて、スペイン行って。スペインに何年？スペイン何年したの？2年。遊んでた。だ、すごくない？そっから琉球行って、で、琉球優勝して、で、ガストでバイトして。やめろ、言うな、それは。それ逆だろ。だから、まだ早い、まだ早い。逆だろ。いい、早い、なんで、ガストバイトは別に現実的じゃん。俺別に俺いいと思うんだよ。ガストって言ってみた。いいよ、別に、うん。だって、チームにもチョコ取ったもんね。なんて。隠れてバイトしてたわけじゃないもん。ちゃんと言ってたよ。あの時みんなちゃんとやってた。ほどほどにしとけよーって、ジョンソンさんに言われた。ちょっとほどほどの人と生きていけんかったやろ。うん。ギリギリ。最初の延長はスペインカベルの雰囲気出してきてたわ、練習さん。出してないでしょ。垢抜けじゃなかった。うん、こちらです。こちらです。見てもらったら分かる通り。でも楽しかったよね、琉球時代。なんだかんだお金なかったから。お金なかったし、先輩もすっげー癖強かった。すっげえ癖強かったし、余計者の意気込みも、余計だったら1万人入るらしい。ガチ？え？オッケーなのそれ？え、オッケー。え、声出し応援は？さすがに？あ、どうなの？でもさ、結構マジで対抗意識あるやん。右屋がめっちゃすげえね、うん、あれだよね、あれだよね、興奮してる。上に置こう。もうダメ。こういうね、テロップが大変なのよ。語彙力の成長をご覧ください。語彙力がないからこうやってひどいこと言っちゃうよ、俺の場合。わかる？わからん。メディアが興奮してるとかさ、メディアが選手より盛り上がって盛り上がって、そうそう、そういうこと言いたいのに興奮しちゃうとか言ってダメだ。いいな、家玉サル。玉サル入るじゃん。これ、ブルーの？そうそう、これ、鈴木浩二君から結婚祝いでもらった。あー、私これ今年の目標10点。あー、もうじゃけるでしょ、余裕で。やりや、お前ちょっと謙遜してんの、お前。あと2点。いや、1社1点やん、もう余裕で。お前、琉球でいつまで行っとった？右一試合1点はもう絶対決めるんだ。あっちから行った、あっちから。16は取れない。あっちからギューしてきて、あっち。よく取ったよ。取れない。うん。いや、いけるやろ。だって、18だって、まだお前だって、1試合に1点ペースだからやろ。2点決めたりしたら、もうトントントンでいっちゃうから、お前。ギューは？え、もう、サンチやったっけ、なんで？サンチ。何で？三丁。それサッカー選手。うまい。わ、早く。ごめん。しないよ、三丁。わざと言ったの？いや、しないよ。冗談やお前。お前。じゃあどこの選手？
ブラジル。バカ。で、かなり子供欲しいの。うん。子供欲しいが結婚したい。順番逆だよ。結婚だけだったら別にしなくてよくねってなっちゃってる。ああ、そうだね。うん、子供 いるかなって思った。うん。別に子供いないなら一人でいいや。それで彼女とかで。こってな、まあ、子供いない生活違くない？それで楽しいな。それはそれで楽しいけどさ、もう楽しいんだからさ。お前だから無理なんよ。だから無理なんよ。YouTube で募集します。あ、概要欄貼っとこうか。インスタグラム貼っときます。俺はしないだけできるけど、してないだけ。モテもんね、確かに。いやいや、お前モテるか。いや、思わせぶりするもんな、お前。うん、思わせぶりされたい。あ、されたんか。うん、されたい。じゃあ理想の奥さん像は。いや、なんかプレッシャー与えちゃうから嫌だな、なんかあんま言うと。与えちゃうからって、うん、いや、応募者にみたいな。応募者に。あんま細かいと、あ、なんだよこいつみたいな。細けえなって。いや、もうその時点でもう歌める。いや、ご飯作ってくれればいいや。あー、そのメンタルがダメだわ。なんで作っていただける方がよろしいです。作ってくれればいいや、もう上からやろ。いやいや、いや、家事あとやるわ。はい、じゃあみんなで乾杯しよう。はい、乾杯。はい、乾杯。乾杯。乾杯。後輩は下からやるんやで、乾杯。したことねえじゃん。泣かない。泣かない。泣かせとしらです。バイバイ。あ、帰っちゃうよ。帰るってよ。帰っちゃうよ。あ、いいの。帰るってよ。バイバイ。おい、もうちょい悲しめよ。いや、まだ分かってない。よいしょ。バイバイ。バイバイ。こっちか。バイバイ。一緒に帰るか。バイバイ。はい、タッチ、タッチ、バイバイ。バイバーイ。またすぐね。あとは、あとっとこ。あちゃ、あちゃ、あちゃね。はい、うまいな。はい、バイバイ。バイバイって。面白い出方、面白い出方してくれるから。面白い出方してくれるから。